篠山線は、かつて、兵庫県多気郡丹南町の篠山口駅から同郡、多気町の福住駅までを結んでいた、日本国有鉄道の鉄道路線である。1972年3月1日に廃止された。1944年3月21日開業時1972年3月1日廃止時、橋梁跡、太平洋戦争中、丹波地方で産出されるマンガンや、軽石輸送と海沿いを通るため、海からの攻撃が懸念された山陽本線のバイパスとして、福知山線の篠山駅と山陰本線の園部駅を結ぶ目的で建設された。1944年に、篠山口駅福住駅間が開業し、同時に1913年から、篠山駅と篠山町市街地を結んでいた、篠山鉄道が廃止された。しかしながら、翌1945年に終戦を迎え、福住駅園部駅間の建設は中止された。以後、地域輸送に貢献することになるが、園部方面に早く延長するため篠山町の、市街地から離れた丹南町内に篠山駅を置いたため利用者は少なく、1968年に赤字83線の一つとして挙げられた。廃止反対運動が強く盛り上がったが、福知山鉄道管理局はそれを上回る熱心さで、廃線プロジェクトチームを編成し、住民一人一人膝詰め談判をするという大衆説得方式をとり、1972年3月1日に、廃止された。なお、篠山口駅園部駅間には1934年から、その篠線として、国鉄バスが運行されており、西日本 JR バスにも継承されたが2002年に撤退、代わって、新規グリーンバスが、篠山口駅福住間、京阪京都交通が、福住園部駅間を運行している。接続路線の事業者名は、篠山線廃止時。現在は、全駅兵庫県丹波篠山市に所在。路線廃止の数年後、篠山線の管轄だった福知山鉄道管理局文書課が作成した国鉄総裁への篠山線廃止上申書や篠山線に関するデータなどといった内部文書に加え、篠山線廃止への理解を住民に呼びかけるパンフレットや篠山線廃止後の補償に関する地元との合意書などが一括して寄贈された。これらの資料は、現在も丹波篠山市に残されており、丹波篠山市立中央図書館にて広く閲覧することができる。2014年3月21日に開業70周年を迎えるにあたり、同年3月15日16日に、市民グループにより企画されたツアーの体験プログラムとして、当時使用されていたレールや枕木を用いて、廃線跡のシンボル的存在であるコンクリート、橋梁紙にレールが付設された。2016年2月28日には、地元の町おこし団体の主催で、廃止区間のうち、八条駅周辺約1キロにプラレール5000本を敷き、お別れ列車を再現するイベントが行われた。ありがとうございます。